ではですね、本日のセッションを始めさせていただきます。よろしくお願いします。本日、司会の方を担当させていただきますのは、Linux Foundation Japan コミュニティマネージャーの赤井と申します。本日、エンタープライズブロックチェーンワークショップと題しまして、エンタープライズ分野におけるブロックチェーンですね、ブロックチェーンのテクノロジーをメンバーの皆さんからですね、話をしていただきたいと思っております。 本日のアジェンダですけれども、私の方がオープニングと書いていますけれども、ちょっとしたですね、アジェンダの紹介という程度です。そしてセッション、4つのセッションがございます。最後にですね、Q&A のセッションですね、用意しておりますけれども、Q&A につきましては、皆様のですね、画面のところにですね、上のところに Q&A というボックスがございますので、そちらの方にですね、セッションの途中で構いませんので、どんどんと入力をしていただければと思います。 最後にまとめて回,回答させていただくこともありますしスピーカーの方がですねセッション中に回答するといったこともありますまた本日なんですけども4つ目のつ目のセッションですねラミ光の米津様の方でですねセッション開催する予定でしたけども本日都合によりまして宮沢様の方からですねセッションを開催をさせていただきます 本日えっ、ー、とあるですねえところあれオフィスからですねえ生配信をしているんですけども、えー、宮沢様の方はですね本日、えー、オフィスの方からですねリモートから、えー、参加さししてさせていただきますので少し切り替えにですね時間がかかる時があるかもわかりませんけどもご容赦いただきたいと思いますでは本日のセッションを開始していきたいと思います。 最初のセクションは、セッションは、イントロダクションツーハイパーレジャーということで、ハイパーレジャーの基礎をですね、日本オラクル、中村様より、えー、提供していただきたいと思います。では、中村さん、よろしくお願いします。 はい、えっと、ではここから Introduction to h y p e r l e d g e r というところで、h y p e r l e d g e r の基礎について、日本オラクル株式会社中村からセッションを30分程度ですかね、はい、開始させていただきます。まず簡単に自己紹介させてください。えっと、中村岳と申します。えっと、Twitter は岳、えっと、村、ハテナブログも岳村という ID でやっていて、主にハイパーレジャーファブリック関連の 技術の知識の記事などを書いていますので、ご、えー、関心あれば、えー、ご覧ください、えー。日本オラクル株式会社でソリューションエンジニアをやっておりまして、えー、日本オラ,クルのあオラクルの提供する、えー、オラクルブロックチェーンプラットフォームという、ハイパーレジャーファブリックベースの、えー、ブロックチェーンアザーサービスを主に担当しております。はいえー、とでは、内容に入らせていただきます。えー、とこの内容なんですけれども、えー、エンタープライズルーキーのブロックチェーン活用。 そして、えっと、ハイパーレジャーファウンデーションとプロジェクトの紹介というところで進めさせていただきます、はいえっと、ではまずエンタープライズ領域のブロックチェーン活用についてお話を始めますで、えっと、この、えー、セッションはハイパーレジャーの基礎ハイパーレジャーの基礎なんですけれども、えっと、ハイパーレジャーファウンデーションについてご紹介していくんですが、えっと、このハイパーレジャーファウンデーションというのが、えー、少々お待ちください エンタープライズ向けのブロックチェーン技術の開発、活用を推進するための OSS コミュニティというところで、このエンタープライズ向けのブロックチェーン技術です、ね、についてもしかしたらあのそれほどご存じない方が多くいらっしゃるかなというところなので、ちょっとこのエンタープライズ向けのブロックチェーン技術はは何ぞやというところから話を始めたいと思います。えっと、まずブロックチェーンあるいは分散台帳技術ですね。 特性とは何ぞ言うスライドがこ,ちらですここでは3つの特性にブロックチェーンの特性をまとめております1つ目が分散ですね複数の個人や組織で分散して所有管理されるノードでブロックチェーンネットワークが構成されているとそのネットワークの中のノードが相互に通信して確実に同一なデータを共有するというのがこの分散と呼ばれる特性になるかと思いますその分散したノードが持っているデータなんですが こちらが大腸と呼ばれることが多くあります,りますというのは、えー、とこのノードが持っているデータ削除や改変ができないような仕組みを備えています耐改ざん性と呼ばれますねでそれをもって大腸と呼ばれていますこのデータの整合性が検証可能になっているため小脊性も有しているという特徴がありますこれが大腸という特性ですね 次、スマートコントラクトですで。そして分散したネットワーク内の濃度が相互にデータを持っているよとで。その上で、さらにそのロジックですね。あらかじめ合意され、検証されたロジックによってのみ、大腸上のデータの更新が可能ですで。これによって自動化された契約の締結ですとか、あるいはその履行が表現できるということになります。これを指して、スマートコントラクトというふうに呼ばれています。 今ご説明したようなブロックチェーンあるいは分散台帳技術なんですが多くの方ご存知の通り仮想通貨ビットコインの基盤として開発が発明されておりますそれが2008年のサトシ・ナカモト名乗る人物がネット上に投稿した論文がベースとなっていますそれ以降仮想通貨あるいは暗号資産だけではなくてこの先ほど説明したような特性を持つブロックチェーンという基盤自体の特徴に徐々に注目が集まって 暗号資産、乾燥通貨ではない、もっとより一般的な用途への応用が進んでいるというのが現在まで至るプロセスになります。でえっと、じゃあ、そのエンタープライズ領域でブロックチェーンあるいは DLT、分散台帳技術を使うというのはどういうところに使われているのかというところを簡単にご説明していきます。でえっと、従来、まあ、例えば従来、企業間でデータ共有をする、まあ、この図だと5社ですね、でデータ共有をしようと思うと、 どこかしらの組織にデータをまず集めて、それをみんなで使わせてもらうというやり方を取るしかできないというところがあります。まず集中させて、それをみんなで使うというやり方ですね。あるいは、えっと、複数の企業間、特に3社以上、4社とか3社以上でワークフローを回すん契約ですとか、その履行ですとか、ある契約を前提としたさらに別の企業との契約とか。 そういったことを思い浮かべていただければいいと思いますが、そして複数者が絡むワークフローをやろうとすると、会社によってデータの持ち方がバラバラだったり、あるいはメッセージの仕方がバラバラだったり、メールだったり、ファックスだったり、電話だったりとか、というところで、企業間をまたぐワークフローは非常に複雑で遅い手間のかかるプロセスになってしまっていた。こういったデータ共有、集中したデータ共有ですとか、複雑なワークフローですとか、いったところにブロックチェーンを用いることによって、 ブロックチェーンの持つリアルタイムでデータを確実に共有できるというところを生かしてリアルタイムで水平影響する確実で信頼できるデータに基づいて業務を自動化、効率化、高度化していくとい,うういったようなところにブロックチェーンが用いられております、えっと、ブロックチェーン技術あのエンタープライズ領域で使うとどういったところにメリットが感じられているのかというところについてちょっとご紹介しますこれはあのハイパーーレジャーが行った 2021年に行ったアンケート結果ですねで、ちょっと字が小さくて読みづらいと思うんですが、上の方に来ているのが、責任追及可能性、アカウンタビリティというキーワードですとか、信頼できる唯一の情報源、シングルソースオブトゥースというキーワード、あるいはより高度なセキュリティを伴ったデータ共有とか、まあ、先ほど説明したような複数社間のデータ共有、ワークフロー実現に伴う課題の解決に当てはまるようなキーワードが利点として上位に上がっています。 ブロックチェーン、あ,のある時期には、まあ、ブロックチェーンを使って新しいビジネスを作るんだとか、えー、そういったところがよくあの言われていたんですが、新たな、ね、利益源の総数みたいなところをメリットに挙げるのはむしろ下位になってきていますというところで、まあ、エンタープライズ領域、あるいはビジネス用途でのブロックチェーン利用は、新しいビジネスの創出というよりも、既存のビジネスプロセスの課題解決ですとか、効率化、進化にメリットが見出されているというふうな、えー、状況になっております。 でこのブロックチェーンをでは使うというところなんですが、実はこのブロックチェーンと一口に言っても結構、形態が複数ありますというところでいくつかご説明していきます。で大きくあのよく言われるのが、パーミッションレスとパーミッションドという区分で、これはあの呼び方によってはパブリックとプライベートで終わり方をすることもあります。どういうことかというと、パーミッションレスというのは、 誰でもブロックチェーンネットワークに参加するノードを立てられる持てるというのがパーミッションレスですね。許可がいらないよというところです。そうすると、まあ、このネットブロックチェーンネットワークというのは公開性のネットワークになってオープンで、まあ、匿名だと。あの誰でもあの ID を明か,分分かすことなく参加できるという匿名性の世界になります。でえっと、そうしたのパブリック、パーミッションレスの世界だと、 経済的インセンティブによって複製、不正を抑止するような仕組みが用いられており、その使用上、比較的低速なトランザクション処理というような特性があります。一方で、パーミッションドの世界ですね、これは文字通り許可制のネットワークになります。招待されたメンバーのみがネットワークにあるブロックチェーンネットワークに参加できて、ノードを立てられるよという世界で、許可制で、クローズドで、あ当然身分というか、 アイデンティティが明かされている状態で参加することになります。で、えっと、メンバーが識別できていると、あるいは一定程度信頼できているという前提が立てられるので、そうしたところに前提した高速なトランザクション処理が行われるというのが、パーミッションドの世界です。でさらに、このパーミッションレスとパーミッションドという括りを前提として、えっと、ブロックチェーンの利用形態の分類を3つに分けるというやり方もよくあります。 でパーミッションレスの世界許可制、許可がいらないネットワークだと、これはすなわちパブリックのネットワークになりますというふうに呼ばれます。公開性のネットワークが不特定タスクで運用されているのをパブリックと呼ばれます。一方で、パーミッションドの世界の中で2つ分けられています。1つが許可性のネットワークを実際に複数の組織で分散して運用しているというのをコンソーシアム型のネットワークだよというふうに呼びます。 一方で許可制のネットワークなんだけど、実際には単一の組織しかノードを持ってないよというようなところをプライベート型のブロックチェーンネットワークだというふうに呼ぶことが多いです。で、このパーミッション度あるいはパーミッションレスには、いずれもあのいいところ、悪いところというかあの特徴とメリット、デメリットがあるんですけれども、どちらがいい、悪いというわけではなくて、エンタープライズ領域で用いられる 時にはどの辺の特性が気になってくるかというところをまとめたのがこのスライドになりますで先ほど説明した通りパーミッションレスだとネットワークのノードを運用するのは誰でもオープンにやってくれています、まあ、自分たち使おうとしている人たち以外の人たちが勝手にパブリックのネットワークを運用してくれているという形ですねでそれに対してパーミッションどのブロックチェーンネットワークは自分たち自身で使おうとしている人たち自身でノードを立てて運用していかなければ パーミッションレスの世界は、ノードを自分たちで立てなくても、誰かがやってくれているというメリットがあるんですけど、一方で、トランザクション、何かしらデータを書き込むのに費用、トランザクション費用がかかってきます。でさらに、パーミッションレスだと、基本的に書き込んだデータは誰でも見れる状態になるというのが前提になります。 一方で自分たちでノードを運用しなければいけないパーミッションの世界は、当然、ノードを運用するインフラストラクション、コストを自分たちで負担しなければいけないんですが、データの共有公開範囲は自分たちの中だけっていうのが基本になります。と,ところで、エンタープラズ領域、あるいはビジネス用途でブロックチェーンを用いる場合は、今説明したような自分たちでコントロールできるよとか、ネットワークの育成性をコントロールできるよとか、あるいはデータを共有する範囲を自分たちに限りたいとか、 そういった観点が重要視されて、エンタープライズ領域ではパーミッション度のブロックチェーンが選択されることが今のところは多いかなというふうに考えられます。で、でえーとまあ、エンタープライズ領域での、えー、とブロックチェーンの適用領域についていくつかご説明していきます。で、おおよそこの図は、えー、結構網羅的というか、網羅的とは言わないですけれども、まあ、かなりあの広範囲に 広ががっていいいるるといととうこがご覧になれるかと思います、まあ、特に金融とかは結構早くユースケースの検証が進んだ領域ですが自動車ですとかあるいは公共とか小売りとかメディアエンターテインメントとかいろんなところで使われるようになっています、うん、ユースケースの傾向についてご説明すると、えっと、先ほどあの出したようなスライドなんですが えっと、ここ数年で、まあ、なんか明らかにすごく新しい使い方が出てきたとか、えー、こんな使い方あったんだみたいなユースケースが出てくるということはここ数年あんまりないんですね、はい、主な適用領域に変わりはなくて、えー、もう数年前から有力視されていた領域が実際に大規模事例が出てくるとか実稼働事例が出てくるとかそういったような形で進んでいますで、えーっとまあ 数年前までは、えー、とブロックチェーン使ってるよというところで結構、あのバリューがニュースバリューがあったので POC、えー、の PO 検証段階でブロックチェーン使ってこういうことをやりますみたいな形でリリースを出すことも結構あったんですけれども、まあ、昨今だと実稼働段階になって、えー、実はこういうブロックチェーンを使っている取り組みをも,もう始めますとかというふうに公表する例ですとかあるいはもうあのブロックチェーン使ってるんだけどで前面には押し出さないでリリースをそういった例もだ,だんだん出てきています。 と,いうところで昨今の傾向としてはアイデア勝負だったり先進技術利用のアピールだったりとかそういうキラキラした世界というよりかは計画力実行力勝負とビジネス上の実メリットを追求するような割と地道な世界になってきております一方で取り組みのテーマや切り取り方の傾向には結構変化も出てきていまして最近すごく多いのは ESG とか SDGs とかサステナビリティ関連の事例がすごく増えてますね これは実際のビジネス、ブロックチェーンに限らずビジネスの中で、そういった領域が重要されることが増えているかというところもありますし、あの環境負荷ですとか、えー、と規制とかが結構実際に広がってきているというところもあって、えー、みんなで協力して規制に当たらなきゃいけないというところにブロックチェーンが適しているからというところもあるかなと思います。はい、もうちょっと具体的にユースケースパターンについていくつかご説明していきます。 でまあ、多分数としてはすごくこれが一番多いんじゃないかなと思うのがサプライチェーンのトレーサビリティ向上というユースケースですねあのご存知の通りまり、あ、何かある製品を作ろうとすると多くの関係者、まあ、業種をまたいだ多くの関係者が当然登場してきます最終製品を作る人メーカーだったりその原材料をもってくる原材料の供給者だったりそれを材料加工だったりと そういった何段階も多くの業者が登場してきて複数の会社が協力してサプライチェーンを実現しているという形になるかなと思います。そのサプライチェーンの中で多くの関係者が登場してはいるんですが基本的にこうデータはサプライチェーンに関連するデータは各社自分で持っているというのが基本になっていてかつあ,の社ある一社はある一社にだけ供給しているとかある一社だけから供給を受けているとかではなくて、まあ、基本的に N 対 N の関係で ビジネスをしているので、エンタイエンの関係で情報のやり取りも生じます。で、特に昨今ですとグローバルなサプライチェーンとかもよくあります。そこ,こで国をまたがることもしばしばです。で、この多数の関係者が登場するサプライチェーンの中で多くの場合、互いの信頼が完全ではないという課題があります。で、こういったところで、ブロックチェーンを使って共通データプラットフォームを持ち、作り上げることで、 一貫された、一貫した形の信頼できる情報を共有して、そこで契約だったり、契約の履行だったり、発注だったり、納品だったりというようなワークフローを表現するというところがサプライチェーンのトレーサビリティ向上です。一貫したデータプラットフォームを持っているので、サプライチェーン全体の情報の可視化がしやすいですとか、情報共有ワークフローが自動化、効率化しやすいですとか、省流金利を改善しにつな,がつなげることができると、そういったメリットがございます。 でまあ、そういったあのサプライチェーンのトレーサビリティみたいな形で、えー、とあのオラクルの事例としてもこういったドット・フランク法鉱物紛争法対応でタンタルという鉱石を原産地から最終製品に使われるところまでトレースするプロジェクトがあったりですとかあと,、えー、とこれはこのサプライチェーンではないんですが国際海運コンソーシアムをブロックチェーンベースで作って、まあ、海運のロジック,スティックスに関わる書類をデジタル化オンライン化すると。 いった取り組みが行われています。はい、といったところでエンタープライズ領域のブロックチェーンというのは利用とは何かというお話をしてきました。ハイパーレジャーファウンデーションのプロジェクトのご紹介に移っていきます。で最初にご説明したとおり、ハイパーレジャーファウンデーションというのはエンタープライズ向けのブロックチェーン技術の活用を推進するための OSS コミュニティです。まあ、えっ、ー、と、最近だと思ったら140兆、今150ぐらいあるかもしれないですね。 の企業メンバーがグローバルから参加していてニュートラルでオープンなコミュニティを提供する分散大中によって実現される業界横断的なプラットフォームの開発と活用を促進するとでさらにそのブロックチェーン技術の市場機会を広く啓蒙するというようなミッションを抱えて活動していますでハイパーレジャーファウンデーションあるいはハイパーレジャーの開発するブロックチェーンの中で今5つプロジェクトが代表的にあります 先ほどご説明したえっり、その5つの中の3つですね、インディ、ファブリック、イロハについては、パーミッションドのブロックチェーンです。許可制のブロックチェーンネットワークを作成できるよという基盤になっています。一方で、ベスとソートゥースについては、パーミッションレス、パーミッションド両方作成できるよという基盤になっています。ハイパーレジャーの参加には、プロジェクトが多数あって、 なんですけれども、えっと、この表にあるのはその中の代表的なものですということになるかと思います。グラデュエイテッドも、も本番活用、利用できるよというステータスのと、インキュベーティング、えーまあ、そういったところまで、えー、間近だよというところですね。結構成熟してきているよというところを合わせて、今,今だと13ありますで。この表にない中でも、<laughs> ハイパーレジャーラボーズというところにもっと実験的、小規模なプロジェクトがあったりとかもします。 えとハイパーレジャーの、えー、とプロジェクトの良いところとして、えーと、確立されたガバナンスということが挙げられます。えー、Linux ファウンデーション参加の、えー、ハイパーレジャーファウンデーションの中でも、まあ、Linux で培われた、えー、プロジェクトのライフサイクルというところを踏襲していまして、この右にあるような図のあるような、えー、プロポ p o s a l Incubation g r a d u a というようなステータスの変遷をとえー、いちいち審査承認を得て、えー、ライフサイクルが変更されていきます。 ちょっとハイパーレジャーのプロジェクトなので気をつけなきゃいけないのは、えっと、あるプロジェクトがスピンアウト、一部の分化されてスピンアウトしたりとか、あるプロジェクトとあるプロジェクトが合体したりとか、そういった例もあるというところがございます。例を挙げます。で、あの、ハイパーレジャーインディというのは、えっと、当初ソブリンファウンデーションというところから寄贈されたプロジェクトだったんですけれども、結構最初は、あの、すごい、なんですかね、SSI, DID 関連の全部、全部、まるっとこう、 抱えたようなプロジェクトになってたんですけれども、そこから一部エージェントが切り出されたりとか、ベリハァイ,イアブルクレデンシャル部分が切り出されたりとかして、アリエス・アノンクレズというところで別プロジェクトとして独立されています。これがスピンアウトの例ですね。あるいは、えー、とカクタス、あるいは今だとカクタイですね、というプロジェクトは、最初はこう、富士通さんとアクセンチュアさんが寄贈したプロジェクトがまず合体してカクタスというものになって さらにそのカクタスとウィーバーというハイパーレジャーラボーズにあったものが合体して、拡大というものになっているといった形でマージされるような例もございます。で、えっ、ー、と、ハイパーレジャーのプロジェクトなんですけれども、先ほどご説明した5つのディストリビュ u t e d l e i s u ですね、分散代帳のプロトコルそのもののプロジェクトというものがございます。それその他にっ、えー、とライブラリーズとツールズというものがあります。 これは、えっと、ライブラリーズに関しては何かしらのブロックチェーンのプロトコルと合わせて使うようなことが想定されている、まあ、ライブラリーになります。例えば、えっと、DID ォレットだったりとか、ベリフ i f i a b l e c r e の企画だったりとか、そういった、えっと、プロジェクトです。と、ツールズですね。これはちょっとあの、なんとか、ツールとしか言いようがないんですけども、それ以外のライブラリーでも、ディストリビュートレジャーでもないもの。 もののツールとして定義されています。まあ、あの、各体とか、各体はですね、複数のブロックチェーンを連携させるためのフレームワークだったりとか、キャリパー、あキャリパーなんの <laughs> まあそう,、ねはいまあ、そういった他の、えっと、ブロックチェーン同士をつなげるとか、ライブラリとは別の,あのブロックチェーンプロトコル同士をこうつなげるために使うとかこう、はい、種々のツールになります。 パフォーマンス計測、はい。失礼しました。で、えっと、本日のセッションでは、えっと、この後、えー、ベスファ,イファブリックインディ、イロハ、アリエスについてご説明があるかなと思います。えっと、ここまでご説明してきたんですが、えっと、あの結構概要レベルでご説明してきたんですが、えっと、日本のコミュニティ活動として、ハイパーレジャージャパンチャプターというところが切り出されていて、えー、日本語で 域があったりするのでそちらをご覧にあの日本の活動についてご覧になりたい方、そちらを調べてみてください。あと、ハイパーレジャー東京とハイパーレジャー関西というミートアップの、えー、コミュニティもあるので、そちらでもイベントをちょくちょくやっているので、そちらもご覧いただければと思います。あと、ケーススタディーズですね、えー。ハイパーレジャーのプロジェクト、本日はまあ時間があまり限られていたので、えーと、2件だけご紹介したんですけれども、 それ以外の実際に実,活動実稼働をしているよというプロジェクトだったりとかも含めてこのケーススタディーズというところにハイパーレジャーのホームページの中にまとめられております。でこのハイパーレジャーの中ではどの基盤が使われているよとかプロジェクトのステータスが実稼働だよとかそういった情報も含めてまとめられているので。 基盤ごとのプロジェクトをごあのユースケースをご覧いただきたいときもここを見ていただくといいと思います。あとは、えっと、このセッションの中でもちらっと説明ご,説ご紹介したんですけども、ハイパーレジャーブランド調査2021というあのアンケートの結果があるので、そちらもご覧いただくと、まあど、どんなところに課題があったりとか、どんなところにメリットを感じられているのか、そういったところがごうあのいます。 感覚がつかかめるかなと思いますで、そのアンケートの2023番というのもやっているので、そちらもご覧ください。はい、というところで、えーと、ご用意した内容としては以上になります。えー、Q&A を受ける時間がありそうなので、なんかあれば受けるんですか。Q&A をるはい。Q&A の告訴を書 ねはい、Q&A のボックスに書いていただければ、えーと、ここで取り上げることができます。スピーカー側のズームが見られないですね。あはい、大丈夫ですかね。はいあえー、と最後に。 あはい、赤井さんの方からご説明あったと思うんですけど、最後にあのまとめて Q&A を受け付ける時間も設けているので、まあ、何かしらあ,のあ,れありましたら、そちらの時間までに書き込んでいただけると、最後にご回答できます。はい、えっ、ー、と、大丈夫そうですかね。うん、はい、じゃあ、ちょっとあの時間、早く終わっちゃいそうなんですけど、えー、中村の方からは以上になります。ありがとうございました。 セッションではエンタープライズブロックチェーンの構築の基礎ということでハイパレジャーファブリック関連のトピックに関して北製作所の私佐藤と近藤の方から発表させていただきますで本日の発表の流れですけれどもこちらの通りになってまして先ほどのご発表にもあったんですけどまずエンタープライズブロックチェーンについて簡単にご紹介したっとにその中でファブリックがどういうものかっていうところを ご紹介してその後ですねファブリックの技術的なところにもう少し踏み込んだご紹介した後にセッションの後半ではユースケースの紹介ということでトークに適応したようなユースケースの紹介をしてまいりたいと思いますでまず概要ですエンタープライズブロックチェーンについてということでエンタープライズ分野でのブロックチェーンの利用の主な目的というところなんですけれども こちらは複数の企業間で信頼できる取引を実現するものというふうにちょっと捉えておりまして複数の組織の間でのワークフローを効率化するであるとかその中で,です、ね、新たな価値を創生していくというところに期待感があるというふうに考えています。エンタープライズでこう使っていくにあたってはです、ね、いくつか要件があると思っておりましてちょっと無駄ったものをこちらに記載しております。 特に、ね、B2C というよりはどちらかというと B2B で使われるユースケースが多いというところでたくさんの参加者がいるというよりもそれなりの参加人数でトランザクションの性能です、ね、そちらが優先されるあるいはです、ね、ブロックチェーンのベースの考え方は基本的には情報を全公開するというところなんですけれども ちょっとそれだとエンタープライズ厳しいというところで、まあ、データ公開の範囲のコントロールが求められているとあとですねこの3つ目結構エンタープライズ固有の部分かなと思うんですけれどもやはり本番利用に向けてはですねあの秘密であるとかサポートこの辺りが非常に気にされる部分かなと思いますで、まあ、その例を踏まえてですねブロックチェーンの分類ですこちらはですねあの中村さんの方からもいろいろご説明あったので 詳細は割愛しますけれども、パーミッションレス型とパーミッション型というのがある中で、ファブリックはこのパーミッション型に属しておりまして、許可された複数の組織でコンソーシアムを構成して、その中で取引を行うというところで、基本的にはこのパーミッションレスとパーミッション型を用途に応じて使い分けていくというところなんですけれども、内容的にです、ね、エンタープライズでパーミッションを使っていくというところが一つの選択肢になっているのかなと思います。 で続いてですね、ファブリックについてご紹介していきたいと思います。まあ、エンタープライズ向けのパーミッション型ブロックチェーンプラットフォームということで、まあ、こちらにある通りですね、あのエンタープライズに利用される要件を実現するための機能であるとか、まあ、非機能を提供していくっていうところになっています。詳細を講述していきますけれども、ちょっとポイントとして、まあ、あの幅広い業界であるとか、ユースケースでこう使っていけるように、非常に汎用的な仕組みになっていたりとかですね。 あの性能を確保していくためのアーキテクチャとか、あとはそのデータの制御の機能などを提供しています。でまたですね、本番適用に向けた安定性サポートっていうところですけれども、こちらですね、ハイパーレジャーの先ほどのご発表にもありましたけれども、ステータス的には成熟していることを示すグラディエーテッドというステータスに一番最初にあったプロジェクトとなってまして、コミュニティの中でしっかりこう開発ロードマップを 作ってですねあの継続的に開発が進んでいると。で特にあの我々エンタープライズで嬉しいところとしてはここなんですけれども特定のバージョンについてはこうロングタウンサポートがされていてコミュニティによって一定期間こうサポートがされるっていうところが大きなポイントかなと思いますちなみにあのこの3月にですねあの新しい LTS 版の V2.5 というのがちょうどリリースされたという形になっています。 また、ですね、複数のベンダーさんであるとか、クラウド事業者の方がですね、ブロックチェーンアザーサービスを提供しているということで、このあたりもですね、エンタープライズで使いやすいような状況になっていると言えるかと思います。続いて、ハイパーレジャーのユースケースですね、まず全体概要的なところをちょっとこちらのスライドにまとめてみました。かなりですね、こちらにある通り、さまざまな業種の B2B ユースケースを中心に活用されているかなと思います。 ちょっとこちらにですね、挙げている個別のユースケースについては、ちょっと私自身あまり抑えられていないので、ちょっと個別にご紹介できないというところでご容赦いただきたいんですけれども、まあ、こちらですね、えーまあ、Linux Foundation、あるいは Hyperledger Foundation の公式ページにあの掲載されているような記事をピックアップしたものになってますので、まあ、ちょっとそちらをですね、えーまあ、見ていただけるといいのかなと思います。でまずですね、あの金融分野で言いますと、ファブリックでもあの CD CBDC のです、ね、事例があったりとか、あ,のあるいは貿易金融のです、ね、ユースケースがあったりしますと。でまた、こちらも先ほどのご発表でもありましたけれども、えっと、ファブリックの一つの得意分野として、あのサプライチェーンとかトレーサビリティというところがあるかと思ってまして、まあ、食品であるとか、ダイヤモンドの羊とかですね、あとはその、まあ、部品管理のこうエンド、ツーエンドのライフサイクルを管理したりとかですね、かなり幅広い、まあ、サプライチェーンの分野で。 適用されていま,すまたちょっとこちらもサプライチェーンではあるんですけれどもヘルスケアの分野でのユースケースがあったりとかですねあとはその先ほどもありました通り、ありサスティナブルとか ESG っていうところのユースケースもファブリックに関しても出ていましてこちら一つの例ですけれども環境に関する情報をですねブロックチェーン上で管理するようなユースケースがあったりしますと。 ポイントとしてはですね、こう非常に命に関わるとか、え物自体の価値が高いような情報をこう複数の組織にまたがってこう管理していくみたいなところにこう使われているのかなと思います。では続いて、ですね、えっと、ファブリックの技術的なところに踏み込んでいきたいと思います。こちらのスライドにですね、ファブリックの技術的特徴をかいつまんで載せております。 ファブリックはです、ね、あ,のあらかじめ許可された参加組織でコンソーシアムを組成するということでこの組織という単位でネットワークを組むというところが一つの特徴ですなのであの信頼の単位というのが組織で分かれているというところになっていますで、まあ、実態としてはです、ね、あの電子証明書 X509 によるアイデンティティによってそこを識別しているというところになりますまた二つ目の特徴としては スマートコントラクトはファブリックの世界ではチェーンコードというふうに呼ばれます。これはよく出てくるので、ちょ覚えておいてそうはないかなと思います。ちょっとここには書いてないんですけれども、チェーンコード自体は非常に汎用的な複数種類のプログラミング言語で実装できるようになってまして、その辺りもです、ね、とっつきやすさがあるのかなと思っています。主な特徴ですね、ちょっと次のページ以降で。 それぞれご紹介していきたいと思うんですけれども合意形成アルゴリズムのところに関しましては V1.0 というところで大幅にアーキテクチャを改定いたしまして性能向上を図っていたりとかあとはデータアクセス制御のですね機能なんかもかなり充実しているかなと思っておりますでまずデータモデルに関してなんですけれどもファブリックの世界ではバージョン付けされたキーバリューとしてデータが 管理されてまして、各ピア、ノードです、ね、が2種類の台帳データを管理しています。一つ目がですね、ブロックチェーンということで、複数のトランザクションをブロックとしてまとめて、そのブロックを連ねた、いわゆるブロックチェーンのデータ構造と、あとはワールドステートというものでして、これはそのブロックチェーンのキーバリューのです、ね、最新の値のスナップショットとなってまして、 これを使うことで最新の情報にこうすぐアクセスできると、たどらずにアクセスできるというところで、性能を確保していると。こちらのです、ね、情報は StateDB と呼ばれるデータベース上で管理されていまして、内部的な実装でいうと、オープンソースの LevelDB とか CouchDB を選択して利用することができるようになっています。続いてですね、あのファブリックの主要コンポーネントのご紹介ということで、 いくつかコンポーネントがですね、ファブリカあって、ちょっとつきづらい部分もあるんですけれども、ちょっと重た、えー、ったところだけ、えー、と絞ってご紹介したいと思います。こちらにあの強調している3つの箱なんですけれども、えー、と1つ目があの PR ということで、えー、こちらがですね、クライアントからトランザクションのリクエストを受け取って、スマートコンタクトを実行して、その結果をクライアントに返すというところと、あとはこ,これ自体がですね、 大腸の情報をそれぞれ保持、管理しているという形になっています。であの2つ目がチェーンコードということで、これがスマートコンタクトの実態になってまして、ピアから呼び出されて、トランザクションリクエストに応じた結果をピアに返すという機能をとなっています。でまあ、こちらにあるです、ね、オーダーラーというのが一つ、ファブリックのブロックチェーンネットワークの特徴的な部分なんですけれども、 このオーダーラーという仕組みがですねこちらでチェーンコードを実行したスマートコントせんル、トランザクションを順序付けしてそれを複数まとめてブロックを生成してそれを配布するという機能を提供しています。ちょっとこの図だけだとちょっとわかりづらいので次のページ以降で実際の処理の流れを追ってもう一度説明していきたいと思います。えーっと トランザクションの処理の語彙形成のです、ね、処理フローとしては、ここに挙げている3フェーズの処理となってまして、エンドオスとオーダー、バリデートという形になっています。でまずエンドオスフェーズですけれども、クライアントからです、ね、トランザクションの提案がピアに渡りまして、このピアがです、ね、チェーンコード、スマートコンタクトを実行して、その結果を署名付きでクライアントに返しますと。 で署名がついているということで、まあ、ある種のお墨付きというところでまあエンドースメントと呼ばれています。でクライアントはです、ね、このエンドースメントを複数の組織から集めてくるというところで、まあ、所定のえっと合意形成条件、例えばえっと過半数を超えるというようなところまで,です、ね、エンドースメントをまず集めてきます。でそれが集まったら次はえっとオーダーということで、そのえっとエンドースメント付きのトランザクションをこのオーダーラー オーダリングサービスに渡しましてそうするとこのオーダーがですねトランザクションを順序を決定してブロックを作って各組織のピアに配布しますそしたら今度は各組織のピアがそのトランザクションを検証して自分自身の持っている台帳を更新するという形になっています一つポイントとしては 必ずしもすべての組織のノードが、ピアがですね、スマートコンタクトを実行しなくてもトランザクションがですね、処理できるということでそういう意味でも性能的な効率を狙っているというところがあります。続いてですね、ファブリックのデータアクセスの機能についてご紹介します。 こちらはですね大きくチャンネルとプライベートデータという2つの機能がございまして1つ目のチャンネルというものがコンソーシアムに所属する組織の部分集合ということでイメージ的にはサブネットワークを切れると考えていただけるとがいいのかなと思いますでこちらのです、ね、図にある通り組織1 2 3四 4, 4組織のがいたときにこのチャンネル1というのはこの全組織が 所属するチャンネルとなってまして、これが1個のブロックチェーンを持っているというイメージです。一方、このチャンネル2というのは1から3の組織だけが入っているサブネットワークという形になります。続いて、プライベートデータですけれども、これはですね、このチャンネルという単位の中でさらにこうアクセス可能な組織を限定したデータを定義することができます。でまあ、こちらにある通りですね、組織1、2だけが所属するように。 使うようなデータを定義することができて、でまあ、このデータ自体はこの組織だけしか持たないんですけれども、ポイントとしては、この全体のブロックにはです、ね、このプライベートデータのハッシュ値を記録することによって、ある意味そのデータのプライバシーを維持する検証可能にするという、そこを両立しているというところが一つ特徴となっています。えっと、基本的にはこの2つの機能を使い分ける形でデータアクセスの制御を実装していくと。 とということになりますで、えっと、続いてですねあのファブリックの非中央集権化に向けた動きということで、まあ、ファブリックをですね、まあ、よりブロックチェーンらしく、えー、使っていくというような機能の拡充も進んでおりまして、まあ、ここでですね非中央集権っていうところを、まあ、単一の信頼点がないっていうふうにちょっと読み替えましてちょっとここに挙げている観点でそれぞれ見ていきたいんですけれども、まあ、アイデンティティに関しては参加組織が それぞれですね認証局を用意して自分自身のアイデンティティを発行することでそ、まあ、こはうまくやっています。であのトランザクションの実行に関しては先ほどの処理フローでご紹介した通りなんですけれども実はこのブロックの生成のオーダラーと呼ばれている部分が、えっと、語彙形成のアルゴリズムが、えっと、CFT ということでクラッシュ障害体制しかないというところがあるんですけれどもこちらですね朗報として、えっと、次のバージョンの V3 系ではですねこの BFT、ビザンチン障害体制ということで、悪意のある組織が入っていたとしても、トランタクションを処理できるというようなサポートを予定しておりまして、ちょうどこの9月にですね、プレビューガが出ているということで、また機会があればですね、ちょっとこの辺りのご紹介もできればなと思っています。またですね、管理ガバナンスに関しては、v h 系では、チェーンコードの管理のところに、中央集権的な部分があったんですけど、 そこはですね、今うまく改善されております。ちょっとこの設定のパラメータをですね、調整する部分がオフラインで行う必要があるっていうところがあるんですけれども、ちょっとこのあたりもですね、オンチェーンで巻き取るような仕組みをですね、ちょっと我々の方で提案していたりもしております。続いてですね、あの日本語でのファブリック関連情報ということで、基本的にあのドキュメントがですね、あの英語のもの、 がベースになってくるんですけどやはりこう日本人にとってはですね、えーまあ、なかなか突きづらい部分があると思っています。でコミュニティの中でですね、えー、とこの辺りの、えー、とファブリックの公式ドキュメントを、まあ、日本語翻訳するというような活動を推進しておりまして、えー、とこちらのご紹介となっています。でえーとまあ、翻訳の状況としてはですね、V2.2 という、えー、とこれまでの LTS 版に関してはまあ翻訳完了してまして、 今新しい LTS 版の2.5のですね、翻訳を順次行っています。ここの間はです、ね、そこまで機能的な差はないので、まず2.2の日本語翻訳のものを見ていただければいいのかなと思います。こちらに、えー、と上げているですね、URL をですね、えー、からアクセスいただいてもいいんですけれども、まあ、Google でですね、Fabric って検索すると、まあ、大体上の方に日本語の えーまあ、ドキュメントが出てくるかなと思います。でこちらですねあの、えー、コミュニティの中でこうレビューを行いながらです、ね、翻訳を行っているので、まあ、単純な機械翻訳よりもです、ね、非常に精度高いものになっていると思いますので、ぜひご活用いただけると幸いです。では後半のセッションに移ります。ちょっとこちらで、えー、っとスピーカーの方をスイッチしたいと思います。 はいスピーカー変更しました日立製作所研究開発グループの近藤由紀ですここからはハイパーレッチャーファブリックのトークンユースケースと題して紹介していきますまず改めてトークンとは何かについて振り返りますトークンとは物の所有権や事の利用権をデジタル化したものです 大きく分けてファンジブルトークンとノンファンジブルトークンという2種類が存在しますファンジブルトークンは代替可能なトークンと呼ばれ相互に交換できるものですこの代表例はビットコインのような暗号資産や金、原油等をトークン化したものになりますもう一方のノンファンジブルトークン NFT は代替不可能なトークンを意味します これは一つ一つのトークンにユニークに識別できる ID がついているものですアート作品不動産チケット等に該当します代表的な例は NBA トップショットのようなデジタルトレーニングカードやクリプトバンクのようなアート作品の NFT になりますこのようにトークンというのはゲームや スポーツのような B2C の領域で普及をしてきました。しかしこの仕掛けというのは B2B の領域でも使える分野が広いと考えています。つまりトークンを活用することによって複雑なビジネスプロセスの効率化や新サービスの創生が期待できるということです。想定されるユースケースとしてはサプライチェーンファイナンス、貿易金融、 カーボンフットプリントなどが挙げられますここではトークンを活用したサプライチェーンファイナンスの模式図を示しています自動車や電気業界は非常に長いサプライチェーンが構築されています大企業の下にティア1、ティア2といったサプライの企業がぶら下がっています末端のプレイヤーは資金繰りに苦しむという課題があります これをトークンででで解決きるのだという考えです。まずティア1のサプライヤー A 社が部品を大企業に納めたとき大企業はデジタル債券をトークンとして発行しこれをティア1のサプライヤー A に移転しますこのティア1のサプライヤー A 社はこのデジタル債券を使ってティア2から購入した部品の支払いに充てるもしくはデジタル債券を 金融機関に担保として提供してファイナンスを受けるそんなようなることができると思いますこれによってティア1ティア2の企業のキャッシュ交番所サイクルを改善して資金繰りを良くするこんな使い方があるというふうに考えていますこのように B2B でトークンを使う場合に B2C にはない B2B ならではの課題があると考えています まず1つ目の課題は責任範囲の明確化です。法人として有効なアイデンティティを使う。それから法人取引ですので一度行った処理が必ず確定するファイナリティが求められる。それから法制度で準拠したコンプライアンス監査なども必要です。2つ目の課題は秘匿性です。法人企業家の取引には、 性の高い情報が多々含まれまれすですので、相手へ取引する法人の間だけにその情報をクローズしたいという要望があります。その一方で、ブロックチェーンを使うことの意義はトレーサビリティの確保です。したがって、このプライバシーとトレーサビリティのバランスを取ることが課題になります。3つ目の課題はトークン仕様のすり合わせです。様々な企業が 業界の表情に合うようにトークンを使っていくわけですけれども、その時に企業間で認識のすり合わせや他のアプリとの連携をしやすさというところが重要になってきます。このような B2B に固有の課題を解決するために、ハイパーレッチャーファブリックでトークンを実装するというのがソリューションになるのではと考えています。すなわち エンタープライズ向けのガバナンスと秘匿性を唱えるハイパラジャーファブリックでトークンを実装するということです。一つ目の責任範囲の明確化という課題に対しては、ファブリックのエンタープライズ向けの機能が活用できます。組織ベースのアイデンティティモデルやエンドスペントポリシー、エクセキュート・オーダー・バリエートモデルというものを活用することによって、法人がきちんと取引に合意したということを確定できる。 すすぐにファイナリティを持てるとということです2つ目の課題である秘匿性についてはファブリックが持っているチャンネルやプ,プライベートデータコレクションというような機能を活用することによってきめ細やかく秘匿性の範囲を制御できるようになります3つ目のトークン仕様の吸い合わせという課題に対してはトークンのデファクトスタンドである ERC20 や ERC721 という規格に準拠します ERC20 や ERC721 はもともと Ethereum の世界で出てきた標準規格です。こちらはインターフェースを規定しているだけですので、Hyperledger f a b で実装することも可能です。Ethereum の場合、Solidity という小有の言語で実装することになりますが、Fabric の場合には JavaScript、Go、Java といった汎用言語で実装できます。 ですのでカスタマイズしやすくなるというメリットもありますこのようなコンセプトをもとにハイパーレッチャーファブリックでトークンのスマートコントラクトを実装しました実装されている機能としてはトークンの発行移転償還残高参照のような基本的な機能ですそれに加えてユーザーのアイデンティティ 所属組織や属性に合わせてアクセス権限を管理するという機能も実装しています。例えばトークンの発行体のみが発行という機能を実現できる。その一方でトークンの利用者は残高参照や移転という機能を実行できる。そういったコントロールです。このようなハイパレスファブリックのトークン実装というのを ハイパーレッチャーコミュニティで公開しています。こちらに示しているいわゆるトークンの実装、それからドキュメント、そしてテストネットワークの環境が載っています。ですので、このドキュメントに従うと、ファブリックのテストネットワークの構築とトークンの発行移転をすぐ試せるようになっています。ぜひこちらをご覧いただきまして、トークンを実行するとともに、 スマートコントラクトをカスタマイズすることでさまざまな用途に使っていただければと思いますこのトークンのスマートコントラクト我々の方ではセキュリティートークンの実装というところでプロトタイプを作ったことがありますセキュリティートークン証券のトークン化というのはこれまでも証券、えーと 不動産を証券化するとということは行われてきましたしかしながらその証券化というところにはさまざまな事務コストがかかるので金額の大きな不動産ではないと証券化のメリットに見合わないという課題がありました今回ブロックチェーン特にスマートコントラクトという自動化の仕掛けを使うことによって金額が安い不動産やアセットでも このトークン化、証券化するメリットに似合うという状況になってきました。それによって、これまでだと証券化のコストに似合わなかった。小額資産でも、デジタル化して流通できるという流動性の向上が期待できます。ですので、こういった用途で、様々なアセットがデジタル化されて流通していく。世界に、このファブリックのトークン化というのが貢献できる。というふうに考えています。 最後に簡単ですけれども動画のデモを紹介したいと思います。こちらはセキュリティトークンを投資家が購入するというところです。この住宅を裏付けにして発行されるトークンというのを投資家が購入申し込みをします。次にこのトークンを発行する側の企業でログインします。この発行体は 投資家からの応募状況というのを確認して最終的にトークンの発行というのを行いますこの時投資家が金融商品のリスクに合意するかですとか本人確認というところをスマートコントラクトと連動して自動化で行うことによってコストを下げるスピードを上げるということを行います以上がデモの概要になります そしてここでハイパーチファークに対するセッションを終了したいと思います。どううもありがとうございました ではブロックチェーンを用いた自己試験型デジタル IT 管理と題しまして日立製作所の池川浩二が発表します。よろしくお願いします。まず改めて自己紹介ですと,とアクティビティとして、えっと、私は2019年に、えっと、日立製作所に入社しまして以来ブロックチェーンだったり分散台帳に関する研究開発に従事していきました。2020年より オープンソースソフトウェア OSS ですね特に Linux ファンデーションおよび Hyperledger ファンデーションへの貢献活動を開始しました、はい、では早速ですが、えっと、内容に入っていきます本日はこちらのコンテンツの流れで、えっと、ご説明させていただきますまず初めにイントロダクションですデジタル ID 管理の歴史は インターネットの発展とともに大ききく進化してきましてまた1960年代ではパスワード認証1970年代には暗号化公開鍵インフラストラクチャー1990年代にはデジタル証明書という技術が出てきました2000年代に入りますとシグナルサインオン SSO ですねが出てきたり2010年代にはフェデレーションとソーシャルログインという技術が出てきました そして今回話題にしますのが2020年代に出てきましたブロックチェーンと自己主権型 i d です。こちら、えっと、全てに対して後ほど詳しく説明します。こちらですね、えっと、大きく以下の3種類に分類されます。まずパスワード認証、こちらに関しては集中型ということで Web1.0 と分類します。そしてこの… 4つですね、1970年代から2010年代に出てきたこちらの4つの技術に関してはサードパーティー型ということで Web2.0 の技術と分類しますそして2020年代に出てきましたこちら自己試験型 ID に関しては Web3.0 と分類しますこちらですねそれぞれ詳しく説明していきますまず1つ目ですね 一つ目、集中型デジタル ID 管理ということで Web 1.0の技術分類となります。こちらはですね、サービスプロバイダー自身がデジタル ID を管理する最も古典的かつシンプルな手法です。特徴としましては、サービスプロバイダー自身が ID 及びパスワードを管理するデータベースを所有します。こちらはコンピュータシステムが複数のユーザーをサポートするようになったときに導入されたものとなります。 メリットとしましては、やはり皆さんご存知の通り、とてもシンプルで理解しやすいというのが一番のメリットであると思われます。また特別なハードウェアやソフトウェアが不要という点もメリットになると思います。しかし、デメリットとしましては、やはりパスワードが弱いと簡単にハッキングされる可能性があるという問題がありましたり、多くのアカウントを管理するとパスワードの管理が難しくなるという課題がありました。 そこで出てきましたのがサードパーティー型のデジタル ID 管理 Web2.0 と分類しますこちらはですね信頼できる第三者サードパーティーにデジタル ID の管理を委任するという考え方になります特徴としてはユーザーは第三者のサービスを通じて認証を行いますよく皆さんがそのサービスを利用する際にアカウントを作成すると思うんですが その際に Google でログインだったり Facebook でログインだったりそういったボタンがあると思いますそういった形でそのサービスのプロバイダー以外の他社のサービスプロバイダーにその ID の管理を委ねて認証を行うという手法になりますメリットとしてはやはり新たな ID 及びパスワードの作成が不要という点が一番のメリットでユーザー体験 UX が向上しますユーザーはこのサービスを使いたいと思った時にポチッとボタンを押すだけでそのサービスすでに持っている Google だったり Facebook のアカウントを使ってサービスを利用することができますしかしながらデメリットとしてはやはり第三者のサービスへの依存という点が挙げられます第三者のサービスがハッキングされると連携した他のサービス他のすべてのアカウントも危険にさらされる可能性があります またプライバシーの問題もありまして、まあ、こういった、えっとまあ、一社に対してすごく権限を与えてしまってますのでと、まあ、そちらの企業にバレたくないような情報だったりといった情報がもしかしたら流れてしまうという可能性もありますそういった課題がある中でこちらセルフソブリン・アイデンティティ自己主権型 ID の考え方が出てきました。 こちら 3. 3です、ね、に分類されます。こちらは、ですね、個々のユーザーが自分自身のデジタル ID を完全に制御及び管理することが可能となる概念です。メリットとしては、ユーザーが自分自身のデジタル ID を完全にコントロールできる。中央の管理者やサードパーティーの介入が不要で、プライバシーが保護される。 しかしデメリットとしてまだ新しい技術であり広く受け入れられてないという点がまずありますまたこちらの技術実装には分散台帳ないしブロックチェーンの理解が必要となりましてやはり技術的な知識が必要となるという点もデメリットに挙げられます さらにユーザー自身が自分の ID を管理するという点がありますので、こちら管理する責任が増えるだったり、そもそもあまりリテラシーのない方が使うにはなかなか難しいといった点もデメリットとして挙げられます。ここで自己試験型 ID、セルフストブリンアイデンティティ、通称 SSI ですね、SSI の12原則について説明します。 こちら、クリストファー・アレンシュさんという方が、えっと、The Path to、Self、s e l f s o b e r e i g n Identity という著書にて提,案提唱しています。こちら、全部は読み上げないのですが、このような原則がありまして、こちらを実現する技術だったり概念が SSI となります。 SSI の実現はこちら12原則をすべて実現するというところが目標になるという言い方もできます続いて SSI を実現する構成要素について説明しますこちら登場人物としてはまずイシュアーとホルダーとベリファイヤーという3つの登場人物が出てきます こちらはですね。まず、イシュアーは、ベリファイアブルクレデンシャル、通称クレデンシャル、証明書だったり、ね、ID を発行するものになります。具体的には、企業だったり、政府だったり、団体が個人に対してクレデンシャルを発行するという形になります。そして、ホルダーは個人などの ID の保有者になります。そして、ベリファイアーですね。 こちらは、えっと、サービスのプロバイダーになります。具体的にはホルダーに対してサービスを提供するベリファイ、えっと、サービスプロバイダーになります。こちら流れとしてはまず、えっと、イシワがクレデンシャルを発行し、ベリファイヤーはホルダーに対してその v クレデンシャルの提示を、えっと、提あの依頼します。その後ホルダーは そのクレデンシャルの中でも、一部の情報のみをベリファイアに提示をして、提示しますと。その後、その一部を提示された VP と呼ばれるんですが、こちらの Verifiable Presentation、VP と呼ばれるんですが、そちらを検証することで、そのホルダーが正しいホルダーであるということを証明して、ホルダーに対してサービスを提供するという流れになります。 でこちらの証明をする際に出てくるのがこちらの v e r i f ア a b l e Data Registry になりますこちらの実装は分散台帳だってブロックチェーンで実装されています石川がクレデンシャルを発行する際にこの VDR に対してその VC が正しいものであるということを証明することができるデータを書き込みますちなみにそのデータはと 証明するることがででできデデーータタああり、りそのものもはありません。なのでそのデータだけを参照しても意味のないデータとなっています。そしてホルダーがそれを受け取り VP という形でベリファイアに渡してベリファイアはその受け取った VP と VDR ・ベリファイアブルデータレジストリーに書き込まれたデータを参照することで検証ができるという形になっています。 でここで出てくるのが DID、あと DID ドキュメントという概念になります。こちらについて次のページで詳しく説明します。こちら DID は分散型 ID の略称になります。DID は、えっと、デジタル ID を分散型ネットワーク上で1位に識別するための新しいタイプの識別子となります。 中央の権威による管理や許可を必要とせず、ユーザー自身が完全に制御できます。また、SSI の基盤となり、ユーザーが自分自身のデジタルアイデンティティを所有し、管理することが可能です。こちら DID は、えっとまあ、人以外にも組織だったり、機械、機器だったり、製品だったり、抽象的な概念、データモデルなどを指すこともできます。こちらですね、えっと、W3C という 企画化団体で、えっと、企画化が,がされています。DID 自体は、えっと、単純な文字列の、えっと、形式で、まあ、こちらスキーマと DID メソッドと DID メソッドスペシフィックアイデンティファイアの 3, 3つに分けられるんですが、まあ、具体的にはこちらの、えっと、コロンク切りで区切られた文字列ただの文字列になります。 でこちらを先ほど説明しました VDR 分散台帳ですね、に書き込むための形式が DID ドキュメントというものになります。こちら,です、ね、こちらの DID に加えましてその DID に関連する公開書きだったり認証方法サービスエンドポイントなどの情報を含むデータ構造となっています。そしてその ID と安全に通信するための方法を提供しています。 次ですね、こちらは、えっと、ベリファイアブルクレデンシャル VC とベリファイアブルプレゼンテーション VP の説明になりますこちらですねこちらも安全でプライバシーを尊重し検証可能なクレデンシャルのメカニズムを提供する W3C の仕様となっています具体的には、まあ、こちらの右の図に、えっと、説明示しているのですが、えっと、クレデンシャルの意思として卒業証明書の例として 上げています。こちら、クレデンシャル、メタデータで、クレーム、そしてプルーフという3つにと大きく分かれておりまして、こちらのクレームの中には、となんとか大学とかだったりとあ、なんとか大学という情報が書かれていたりしますで。こちら、えっと こち,らでですね、ちょっと証明するための、えっと、メタデータが含まれているという形になりますじゃあ続いてですねこちら SSI に対してハイパーレッチャーがどういった取り組みをしているのかということをご紹介していきますまず SSI を実現するためにハイパーレッチャーではいくつものプロジェクトがありますまずハイパーレッチャーインディー こちら、ね、SSI の実現に特化したハイパレチャ管轄の分散台帳基盤です。で先ほども何度も出てきているんですが DID ドキュメントを保存するための VDR としてプ r i f i a b l e Data Registry ですねとして利用しています利用されます。続いてハイパレチャアリエスです。こちらは SSI を実現するエージェントクライアント SDK の機能を実現するライブラリです。まあ、具体的には先ほど出てきた、イシュア、ホルダー、ベリファイヤーの3つの、えっと、登場人物を実現するための、えっと、ライブラリとなります。こちらはですね、VC、先ほどご説明した VC の操作で、DID の操作、そして各エージェント間のメッセージング機能等を提供しています。続きまして、ハイパーレッチャーアノンクレッズです。 こちらはゼロ知識証明暗号を利用したプライバシー保護機能をサポートする検証可能なクレデンシャルとなっています。インディなどの VDR などのインターフェースとなっています。こちらはハイパレ e r l e d g アリエスに組み込む形で利用するライブラリとなっています。続いてですね、ちょっとこちらはえっとハイパレ d g e としてはエンドオブライフ。 一応もう開発が止まっているものとなっているんですが、ここではちょっと軽くだけ触れさせていただきます。こちらは SSI の実現に必要な暗号化技術に関する共通ライブラリで、現在はアリエスおよびアノンクレーツに統合されているものとなります。大きくこちらの4つのプロジェクトが、えっと、ハイパーレーチャーの中で SSI を実現する上で出てくるプロジェクトであります。 でこちらですね、えっと、開発がすごく、えっと、ここ近年ですごく進んでおりまして、えっと、ハイパレッチャーインディーとアリエスとアノンクレッツの関係が、えっと、どんどんと、ま、利便性や企画化の観点から派生したり統廃合したりという歴史があります。まあ、ですので、ちょっとドキュメントをもし皆さん、えっと、自分で調べていただいて、えっと、使ってみるといった場合に、ここ数年、ここ3、4年ですごくガラッと プロジェクトの関係性が変わってますのでこちらこういった過去と現在と未来ということでいろいろとプロジェクトの関係性が変わってますとまず過去ですと一番最初は全てがハイパレッチャーインディでした SSI を実現するための基盤という、えっと、一つの大きなプロジェクトとしてインディが立ち上がりましたでほんの少し前 の時点では、まあ、やはり、えっと、インディは、えっと、VDR として、分散台帳としてのプロジェクトにしましょう。でエージェントの部分は、えっと、また別のプロジェクトとして分けましょう。そしてまた暗号化の部分も別のプロジェクトとして分けましょう。ということで、まあ、こちら、えっと、インディとアリエスとウルサの3つがに分けられたという歴史があります。そして現在では、こちらクレデンシャルの部分も、えっと 今まではインディーとアリエスがとそれぞれがなんかになっている部分があったのですが、まあ、そちらも一つにまとめてしまいましょうということでアノンクレッドという概念が出てきましたでこちらが出てきたタイミングで暗号化技術もこちらに統合しましょうということでうるさが統合されてアノンクレッドになりましたで未来としてはと現在インディーが分散台帳として VDR として使えるんですが インディー以外の台帳も使えるようにしましょうということでさまざまな台帳が使えるようになると今想像されています。こちらはまだ開発されてないんですが今後そうなっていくかと思いますというのが現在の歴史です。続いて具体的にアリエスの役割について紹介させていただきます。アリエスはデジタル ID の作成と管理を支援するための オープンソースソフトウェアのインフラストラクチャーです。こちらはですね、デジタルウォレットの機能ということで、デジタル ID とその関連情報を安全に保存することができる機能を持っています。また、暗号化メッセージング機能ということで、デジタル ID 間での安全な通信を可能にする暗号化メッセージプロ,メッセージングプロトコルを持っています。また、 デジタルアイデンティティの作成と管理ということでができる機能を所有して,ていますとまたアリエスはさまざまな言語で開発しておりましてされておりましてそれぞれ特徴があります Python 版のアリエスクラウドエージェント Python に関してはサーバーサイドの利用を想定した実装となっていますこちらはですねさまざまなシナリオに 利用可能であり、最も実装が進んでいるプロジェクトとなります。でですね、アリエスフレームワーク JavaScript。こちらはですね、JavaScript を使われて実装されています。こちら JavaScript が使われているという特性上、ReactNative などの、えっと、マルチプラットフォームモバイルアプリ開発環境ですね、に、えっと、使うことができますので、こちらを使ってモバイルアプリの実装が可能となっています。 他にも、Go 版だったり、ドットネット版だったり、あとラストの実装などもされています。でこちらの互換性ですね。互換性に関しては、常に毎日テストが走っていまして、それぞれの互換性を調査する結果がこちらのページに毎日記載されています。 はい、続いてですね、SSI のユースケース例に移ります。まず一つ目です。一つ目は、えっと、スマートヘルスカードということで、日本政府が提供している新型コロナワクチン接種証明書アプリです。ただ、こちら、えっと、すごく厳密には、えっと、SSI の概念が完全に実現できているものではなく、えっと、具体的には分散台帳の部分、VDR の部分に、えっと、ブロックチェーンが使われていないものになります。 ただ考え方としては SSI の考え方に非常に近いので今回、近いか SSI の考え方を実現しているものですので今回取り上げさせていただきます。こちらはですね、スマートヘルスカード SHC 企画というものに企画化されています。こちらはですね、複数の国が参加している Registry of Verified Smart ヘルスカード・インシュア・フォー・ワクシネーションズということで、複数の企業、複数の、えっと、国が参加している、えっと、VDR があり、そちらにえっとデータを、v、そちらを VDR として使っているものになります。そして、えっと、まあ、国が発行した証明書をユーザーのウォレットに格納することができるようになっています。こちら、Apple のウォレットですね。Apple のウォレットに格納して自分自身の証明書を 接種証明書を入れることができるようになっています。また2つ目のユースケースです。こちらは、えっと、国連の、えっと、クロスボーダー取引における検証可能なクレデンシャルに関するホワイトペーパーにあります。こちらホワイトペーパーですので実装されているものではないのですが、えっと、クロスボーダーつまり貿易ですね。貿易のコストと金融のアクセス問題だったり、偽造品や 不正商品の取引増加といった問題に対して SSI を使って解決していこうといったホワイトペーパーになります続いてこちらも国連関係なんですが3つ目のユースケースとして国連とその他のメンバー組織のスタッフのための退職だったりお亡くなりになった時だったり障害だったりそういった時が起きた時に 給付金を提供するために SSI DID を使用しているユースケースがありますこちらは実際に本番稼働がされていますで具体的に、えっと、基盤としては今回ご紹介しましたハイパーレッチャー、インディ、アリエスを使用しています、まあ、しかしながらこちら、えっと、本質的には、えっと、ブロックチェーンを使う必要は実際のところあまりないのですが、まあ、運用の知見を他の ブロックチェーンプロジェクトに還元するといった目的のもと運用されているユースケースになります。続いて4つ目ですねこちらは Mobi ということで車関係のプロジェクトになります。Mobi はコネクテッドエコシステムと IoT コマースのための標準化および Web3 基盤の構築する世界的な ヒエリのスマートモビリティシステムのコンソーシアムになります。具体的には W3CDID 企画に準拠した BVID というものを制定しています。こちらですね、具体的には車やバッテリーの来歴だったり、ローンの申し込みなどに利用することを想定しています。 続いて5つ目です。こちらは、ドイツ連邦経済エネルギー省というところが、安全なデジタル ID の開発を公募したプロジェクトになります。やはりちょっと先ほど、Web2.0 のえっと ID 管理の説明をしたときに出てきたデメリットの一つなんですが、やはりちょっと今 GAFA にえっと ID の管理が集中していて、やはり他の国としては、あまりそういった状況の中、そこのっ 企業に対して情報を与えたくないといったやはりヨーロッパ諸国はそういった考え方が出てきていますそういった中で国が認めるソリューションとして商業的な思惑なしに機能するものが必要という考えのもと出てきたがプロジェクトになりますとこちらもですね先ほどのモビに近いですが産業 IoT 部品だったりを VC で管理し 来歴や修理歴資産管理などを複数組織で共有するといったユースケースになります6つ目ですねこちらもヨーロッパ関係なんですがヨーロッパの加盟国と EU 委員会がパートナーシップを結び欧州初の公共機関向けブロックチェーンサービス基盤として運営されているものとなりますで現在では30弱の国がノードを運用して実験を行っています VC は W3C の形式を利用しており、エージェントはハイパレッチャーアリエスやベンチャーの OSS が推奨されている基盤となります。こちら最後の7つ目になります。こちら BC ウォレットということで、BC というとブロックチェーンの略称に見えますが、実際はブリティッシュコロンビア州、カナダのブリティッシュコロンビア州のプロジェクトになります。 こちらはですね、そのブリティッシュコロンビア州の、えっと、州民、州の、えっと、方々に対して、デジタル証明書の保管及び提示を、えっと、するための機能を提供するアプリケーションとなります。でハイパレッチャーインディーアリエスが使用されていますで。具体的なユースケースとしては、えっと、こちらを使ったオルグブック b c という、えっと、プロジェクトがあります。こちらはですね、 企業に関する信頼性のあるデータを迅速かつ容易に見つけるためのオンラインディレクトリとなっています。これにより、新しいサプライヤーやクライアントに対する事前調査の時間を数時間から数秒に短縮することができると述べています。続いてですね、実際に h y p e r チャ d g e r Indie と Aries を使ったデモンストレーションを ご紹介します。こちらですね SSIDID の概念を語る上で最も一般的なデモンストレーションになります。具体的には卒業証明書を大学が個人のアリスさんに提供し ACME という企業に対してそちらの卒業証明書を渡すことでその会社に入社するといったシチュエーションのもとデモンストレーションが組まれています。 こちらのデモですね。えっとまあ、暗号の技術でいうアリス・ボブデモみたいな感じで、SSI の概念を説明するでは必ず入っているようなデモンストレーションになるので、えっとまあ、ぜひ覚えていただけると幸いです。デモの構成としては、こちらの図でやっています。ちょっとこちら、えっと、今回のデモは簡,簡略化しているため、えっと、大学と企業が同じ、えっと、コンテナで動いているような状態になっています。 ただそもそもこちらデモンストレーションをしていく上で,そうですあの大学と個人で個人と企業の処理っていうのは、えっと、独立しているものになりますので、えっとまあ、今回こういった構成で大丈夫なものとなっていますでまたアリスさんは個人の端末ということで、えっと、モバイルアプリケーションで動くようなものとなっていますそして VDR に関してはハイパレッチャインディーを使っています こちらですね、インディーを起動する際に、すごく簡単に立ち上げられるプロジェクトがありまして、ブリティッシュコロンビア州が OSS 化しているボンネットワークというプロジェクトがあります。こちらを使うことでデモンスト、簡易的なインディーのネットワークをデモンストレーションとして立ち上げることができるようになっていますので、今回はこちらを使用しています。では実際にデモに移ります。 まず一番左の UI がインディーのレッチャーになります。一番右がモバイルアプリケーションになります。アリスさんのモバイルアプリケーションになります。まず、同意をして最初に、こちらアプリの初めての起動の画面ですね。その際にピン番号の設定をしたりして、あとはバイオメトリクスの認証を許可するということで、こちらアプリのスタート画面になります。 そして真ん中のコンソールはですね今、えっと、イシュワーとなる大学のエージェントが立ち上げられてましたで大学のエージェントが立ち上がりますとこのように接続をするための QR コードが 提示されますアリスさんの持つモバイル端末を使用してこちらの QR コードを読み込むことによって一緒あなる大学とアリスさんのそれぞれの端末が P2P の通信によって接続されます <laughs> こちらですねメッセージング機能もありますのでこういった形で大学の方からアリスさんに対してハローと。 メッセージを送ります。そしてアリスさんは、えっと、卒業証明書を発行してほしいのでこのような形で「プリーズセンド VC」とメッセージを送りますで、石川となる大学に関してはこちらを送ってほしいといったメッセージを受け取りましたので実際に卒業証明書を今発行しました。 で発行するとこういった形で、まあ、どこの大学そして学科はどこか、まあ、タイムスタンプだというそういったデータが入った VC が発行されこれでアリスさんのウォレットにあ格納されました格納されたデータはこういった形でと見ることができます 次ですね、真ん中の石輪が今、えっと、入社する企業に役割が変わりましたので、ちょっと変わりましたと。で、大学、じゃなくてですね、企業の方が今、アリスさんに対して、えっと、卒業証明書を提示してくださいといったリクエストを送りました。すると、アリスさんはこういった形でプルーフリクエストといったリクエストを受け取ります。 今、シェアというボタンを押しました。そうすることによって入社する企業に対して卒業証明書を提示しました。そして卒業証明書を提示した際に、ベリファイヤー側、つまり入社する企業側ですね、今現在受け取って、証明を VDR にアクセスして証明をすることができました。文字がちっちゃいんですが、こちらですね。こちらに、 プレゼンテーションの内容とそちらが正しいものであるかといった検証が行われてこちらプルーフがトゥルーと出ていますとでこちらはですね受け取った VP と,と保存されているこちらのレッチャーの中の VDR の中のデータを参照することで、えっと、ゼロ知識証明を使って証明することができるといったものになりますはいデモは以上となりますでは、うん、まとめに 入りますやはり、えっと、まず SSI を推進していく上でやはり課題が現状はあると考えています技術的にはやはり実装には、えっと、ブロックチェーンをはじめとした高度な技術的な理解とスキルが必要となりますまた法的規制だったり規格の問題もありましてデジタル ID は個人情報を含むためプライバシーと データ保護に関する法律や規制に準拠する必要がありますまた法律や規制は国や地域によって異なるため技術的な変化に対応して頻繁に更新され対応が困難であるという部分も課題となります。またユーザーの理解と受け入れという点で SSI はやはり新しい概念ですので多くのユーザーにとっては未知の存在ですと。ユーザーが S SI の利点を理解して、それを信頼し、使用することを選択するための教育と啓発が必要となります。またエコシステムの構築ということで、と政府、企業、技術者、提供者、技術提供者、個々のユーザーなどさまざまなステークホルダーが協力してエコシステムを構築する必要があります。ちょっとこちら飛ばしますね。とまとめです。とウェブ三点ゼロの時代になり、とデジタルアイディの管理方法も 自己主権型であるセルフソブリンアイデンティティ SSI に置き換わろうとしています我々ブロックチェーン技術推進コミュニティであるハイパーレッチャーも SSI を推進していく上でさまざまなプロジェクトを立ち上げ実装を進めておりますで少しずつ先ほどもご説明しましたユースケースが何個かあるように SSI の概念を利用したユースケースが出てきておりましてこれからもさらに増え続けどんどんと発展していく 技術となると期待されていますはい私の発表は以上となりますありがとうございました続きましてソラミツの宮沢さんの方からですね CDDC とクロスボーダー送金についてですねご紹介をしていきたいと思います ではですね、宮田さん、えーと、キャプチャーの方ですね、画面の方を撮っていただきたいと思います。あ皆さんこんにちは。画面は見えてますでしょうか。あ声聞こえてますですか、大丈夫ですか。初めていただいて大丈夫です。あはい。 皆さん、こんにちは。えー、私はソラミツ株式会社代表取締役社長の宮沢といいます。えー、本日あの、ハイパーレジャーイロハを活用した海外における CBDC と、えー、クロスボーダー送金ということであの30分ぐらいお話をさせていただきたいと思います。簡単に自己紹介ですが、えー、私はミツの代表と、まあ、いくつかの会社の取締役、 ISO、ね、のブロックチェーンの国際標準化の日本代表委員も務めております。また経歴としましては、カンボジア中央銀行と一緒にです、ね、バコンという、まあ、これからお話をする CBDC の開発の総責任者を務めました。まあ、その他日本銀行とです、ね、デジタル通貨分科会や、まあ、金融庁との取り組み等を行っております。 著書としまして、まあ、電子マネー革命の本と、えー、世界初の中央銀行デジタル通貨の本を出しておりますので、興味のある方はぜひあのご覧いただけると幸いです。空光の会社概要ですけれども、まあ、Web3、ブロックチェーン技術で参入にイノベーションを起こし、社会課題を解決するというのがミッションでございます。2016年に創業しまして、えー、今現在7つの国にですね、オフィスがございます。 えー、ハイパーレジャイロハですけれども、皆さんご存知かと思いますがあの、全国銀行協会の方の調査レポート、2020年の12月ですね、このレポートに載っておりますが、世界中のブロックチェーンの性能比較がされております。まあ、この中で、えー、資金決済システム用途としては、ハイパーレジャイロハが最も幸性が高いということで、この表の一番下にある性能ですね、まあ、処理能力の大きさというところで、 1>, えーまあ、1秒間に数千件の処理が可能ということで、まああの,他のブロックンよりも処理能力が高いというふうなことが言われております。えー、主な実績としてですね、えー、ハイパラジー・ロハ、さまざまな領域に使われております。一つはデジタル通貨、今日お話をするメインでございます。それからデジタル ID ですね。 えー、こちらはあのマイナンバーカードと連携をして、えー、自治体等の、まあ、IT としてスマートフォンで、えー、格納するというのを行っております。保険証券のスマートコントラクトで契約管理を行ったり、まあ、トーレさんとです、ねえー、サプライチェーン、で今はあのお、えー、素材のリサイクルですね、えー、ここの、まあ、トレサビリティの部分を進めております。またた NFT で活用したり クロスボーダー送金で、えーまあ、使われているというところでございます。で、中央銀行デジタル通貨の話ですけれども、まあ、CBDC ですね、えー、これはあの金融システムにおけるさまざまな課題を解決するんではないかといううなことが言われております。えーまあ、BIS という国際決済銀行ですね、こちらのお調査報告書によりますと、おまあ、先進国、支援広告ともにですね、 クロスボーダーにおける決済の効率化というところに非常に大きな動機があるという結果が出ております。また、あの開発途上国においては、金融包摂ですね、えー、や金融政策の関連というところが非常に高いということでございます。ま,あ、まとめますと、おまあ、特に先進新興国におきましては、金融包摂ということで、銀行口座を持たない人にです、ね、サービスを提供していこうと。 あるいは現金取扱いコストを削減していこうで、国境を超えたクロスボーダーの送金と支払いの効率化をしていく、決済の安定性や金融の安定をしていく、自国通貨の強化による経済安全保障、まあ、このようなところがあの大きな課題になっております。ではあの具体的にカンボジアにおけるデジタル通貨の普及状況ですけれども、えー、2020年の10月にですね、 正式運用いたしました、バコンというシステムですけれども、ハイパーレジャーイロハを使って構築されております。現在は31の銀行、13の決済事業者があのこのバコンに参加をしておりまして、す、え、べ、ー、ての銀行等が共通の API を使っておりますので、すべて互換性がある決済アプリでございます、まあの。この写真のようにですね、えーま、QR コードを各銀行が出しておりますが、 すべ、えー、て統一されているということで、まあ、どの QR コードでも、どの決済、えー、アプリでもです、ね、読み取ることができるようになっております。まあ、2番、従いまして2番のように、以前はですね、QR コードがお店にいっぱい並んでいたんですけれども、現在は1種類になりまして、まあ、この1種類の QR コードですべてのまあ44のです、ね、金融機関のアプリがすべて読めるようになっております。 で3番にありますように、まあ、タイとかベトナム、隣の国です、ね、に対する決済も今、できるようになっておりまして、まあ、カンボジアのアプリを持っている方は、タイに行って、えー、両替をしないで、ですねいきなりお店で支払いができます。で、自動的に、まあ、リアルタイムにあの両替をするということで、こういったクロスボーダー送金がもう実現しております。 また4番にありますように、各金融機関の間の送金手数料ですね、いわゆる銀行の振込み手数料はゼロでございますし、加盟店の手数料はだいたい0.5%ぐらい。でまたあの、日本の場合ですと、加盟店の口座に、えー、お金が振り込まれるのに、まあ、半月とかかかるんですけども、えー、リアルタイムですね、もうほとんど数秒であの、加盟店の口座にお金が振り込まれるようになっております。 えー、5番目であの銀行口座を持っていない、えー、居住者であったり、あるいは、まあ、海外からの旅行者もオンラインで口座開設ができまして、まあ、その場合にはあのお1日の上限金額があ限度があるんですけれども、えーまあ、ここで EKYC を行って本人確認すれば上限金額がアップするという仕組みになっております。まあ、現在あのお、導入から3年経ちましてですね、 えー、ユーザーの数が850万人、まあ、人口の半分以上が使っております。まあ、首都圏はほぼ100%キャッシュレスで、あの例えば屋,屋台とかですね、市場とか、まあ、そういったところに行ってもこの QR コードが貼ってあって、まあ、どこでも使える。管、まあ、内の人がです、ね、もう現金を持ち歩かないというふうになっております。でえー、トランザクションの金額も 日本円で2.2兆円ということで、これはカンボジアの GDP の57%に匹敵する、まあ、こういった形まで今、3年間で普及をしたというところでございます。こちらが全体のシステムなんですけれども、ハイパレジャイロハを使って、ホールセール、銀行間の決済と、それからリーテール決済ですね、個人間や企業間の送金等を実現しておりまして、 まあ、銀行オープン a p i ISO の2022を使ってです、ねえー、通常のコアバンキングシステムと連結をしているというような仕組みになっております。まあ、この絵にありますように、あのー、実はあ青い部分ですね、青い部分が民間の決済手段でございまして、赤い部分が今回のバコンなんですけれどもお、その民間の決済手段と、 バコン、CBDC が共存しているというのが一つの特徴でございます。えーまあ、銀行はですねいわゆるデビット決済という、えー、銀行口座から直接お金があのお支払いできるような仕組みというのを各社、各銀行持ってたんですけども、それをその QR コードをすべて、KGQR、えー、で統一をしました。また、あの銀行間の送金に関しては、まあ、バコンが ホールセール決済としてですね、バックボーンの仕組みになっておりますので、ここでリアルタイムに、まあ、銀行間や決済事業者の間の資金の移動ができるようになっております。で、まあ、この結果、非常にシンプルになって、またあの手数料も下がりですね、えー、送金もリアルタイムにできるようになったということでございます。まあ、日本の場合ですと、このようにありますように、 大体4つぐらいの銀行を経営してですね、えー、まあお店にお金が移ってきますので、またその間を全銀ネットがつないでいるという形になっておりますので、まあ、非常にあ多くのシステムを介在する、えにですね、加盟店手数料は平均して3%ぐらいがかかると、また入金まで半月から 1, 1ヶ月ぐらいがかかるというような仕組みになっておりますが、カンボジアの場合は今回の CBDC、バコンを活用しまして、 えーまあ、あ支払う、えー、と消費者の口座からですね、えー、お店の口座に直接 CBDC で払うことができ,るできますので、まあ、これはリアルタイムでできる。加盟店の手数料も非常にシンプルになってますので、0.5%程度に、えーまあ、コストが削減できているということでございます。まあ、あの一番目に書いてありますように、 えー、今の既存の,その金融システムの長い決済チェーンというのを大幅に短縮して、スピードアップとコストの削減を実現しております。またあの、クロスボーダーということで、あの海外国際送金なんですけれども、こちらもリアルタイムに今、可能になっております。まあ、タイですね、タイの方ではプロンプトペイというような、まあ、QR コード決済、普及しておりますが、 このプロントペイの QR コードをカンボジアのバコンのアプリで読むことができます。で、読みます、それ、スキャンをしますと、カンボジアのですね、銀行などから資金が移動し、まあ、バコンを経由してですね、アクレダ銀行のカンボジア支店、そこからアクレダ銀行の大支店、でこの,段あの時に、まあ、あの通貨の両替ですね、 えー、カンボジアの通貨からタイの通貨に、まあ、両替をするで、お店に支払う、このすべての工程がです、ね、大体10秒ぐらいで完了しますので、国際送金がまあ10秒で行われて、なおかつ手数料も非常に安くなったということでございます。まあ、これはあのタイのみならず、えー、ベトナムやラオス、マレーシア、こういった国でも同様のことが実現できているわけでございます。 今現在ですね、アジア中がこのような形で QR コード等を使ってクロスボーダーの送金が盛んに進められておりまして、カンボジアはすでにマレーシア、タイ、ベトナム、ラオスも先日つながりましたが、こういった形でつながっております。さらにインド、それから中国とですねカンボジアは契約を結んでおりまして、こちらでもですね、 QR コードを使った国際決済を進めております。また、タイもです、ね、同様にマレーシア、シンガポール、インドネシア、ベトナムなどと既に QR コードでつながっているということで、まあ、アジア中が今、どん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 つながっているというのが現,状現在の状況でございます。またあの、EKYC、OK ね、の仕組みも導入をしまして、 まあ、セルフィーとかですね、それからあの ID カードの写真を撮ることによって、AI で自動的に一度を計算をしまして、そこでまあ本人確認を行うと。従ってあの銀行に行かなくてもですね、えー、非対面でかあの完結するということで、即座に口座開設が可能になっております。まあ、このようにあの、 バコンが成功した要因ですけれども、まあ、一つはあの金融機関からの支持を得られたということで、まあ、各銀行が積極的に加盟店を開拓する、えー、の同時にです、ね、法人口座を獲得をするということが行われております。その結果、カンボジアは非常に口座開設率が低かったんですけれども、えー、まあそれがどんどん今上がっているという状況でございます。まあ、あこのようにその加盟店が広がることによって、ユーザーの利用率も向上し、 金融機関のメリットも拡大しです、ねえー、さらにまた加盟店も広がると、こういう好循環が広がっているわけでございます。まあ、都,都心部はもうほぼ100%なんですけれども、農村部でもです、ね、ほぼ50%ぐらいの店で使えるようになっておりますので、まあ、これからあのさらにいい広がっていくんではないかなと。またあの、ローンですね、まあ、例えばあの農機具等を購入するために、まあ、ローンを行う。 でえーまあ、返済をすると。まあ、今まではあのーローンの返済も、ですね、えー、営業マンの方が各その農村を一軒一軒訪ねて、まあ、あの現金で返済をしてもらったんですが、えー、現在では、まあ、あのバコンでですね簡単に返済ができるということから、回収業務の効率化に寄与しているということでございます。このようにあのユーザーにとっても大変に利便性が上がったということで、 えーまああのー、利用が増えているわけですけれども、まあ、コロナ、もう一つの引き金になったと聞いておりまして、あのやはり現金を触らなくていい、あるいはあの現金をですねその、おろそうということで、引き出そうということで、銀行に並んでいたところに、まあ、コロナが蔓延したというようなこともありまして、あの一挙にですね、えー、キャッシュレス化が進んだということでございます。まああのー、日本のようにですね ある決済システムはあ,のある店でしか使えないということはなくて、すべての店で、すべての決済システムが使えるようになったということから、非常にあのキャッシュレスがああの普及したということでございます。まあ、今後の展望としては、クロスボーダー送金をさらに進めていくということから、まあ、インバウンドの利便性を購入向上したり、えー、観光し、えー、事業の収入を増やすということで、外貨の獲得につなげていきたいと。 また、E コマース等の影響を決済とかですね、行政のデジタル化、給与や税金の支払い等、まあ、これによって透明性を向上し、まあ、犯罪汚職を削減していくということをあのカンボジア政府は掲げております。次に、あのアジア太平洋島嶼における CBDC の検討というのを私ども行っておりますので、えー、ご紹介したいと思います。まず、あのラオスですけれども、 こちらはラオスの中央銀行と、えー、日本の JICA とですね、えーまああの、一緒に検討を進めてまいりました。その結果、今年の2月です、ね、にラオス中央銀行とミズは実証実験を行いました、えー。この写真がその実証実験を行うセレモニーの写真でございます。内容としましては、 このように、まあ、あのカンボジアのバコンのアプリをカスタマイズしまして、えー、ラオス向けに、まあ、作り変えましてですねで、あのーまあ、まずは少人数でやってみようということで、えー、3店舗とお店で支払えるようなことを行っております。実、ま、証、あ、事件の全体像としては、この絵のようにな形私ございまして、えー、真ん中に中央銀行があって、あと、まあ、あ銀行、 一般の銀行ですね。ですから、このいわゆるホールセールの銀行間決済の部分を行うという実証実験をやり、さらにその先、ユーザーに、ユーザーがお店で支払うという、まあ、リーテールですね。リーテール CBDC と、このホールセールとリーテールの CBDC の両方の実証実験を行っております。ただ、今回は、あの 実際の金融システムとの接続はまだ行っていないということで、まあ、次の段階ですね、次の段階のパイロットでは、あ実際の金融システムとの接続というのを今、計画をしております。で、えー、今あの、経済産業省の予算をいただきまして、まあ、こういった動きをどんどんアジア、あるいは太平洋図書館に広げようということで、今、活動しておりまして、えー、この絵にありますように、えーまあ、タイ、インドネシア、ベトナム、 マレーシア等にこのの CBDC 提案をしておりますまた、島し国、フィジー、トンガ、ソロモン、バナーツですね、こちらの方にも同じく CBDC の提案をしておりまして、えー、さらに、その域内でのクロスボーダー送金と、これらのアジアや島し国と日本とをつなぐ、まあ、日本とのクロスボーダー送金というところについても今、検討を進めているということでございます。 島、まあ、都市国はあの非常に島国でありです、ねえー、現金の輸送コスト、輸出コストが高いとか、あのまあ、銀行も口座を持たない国民も、まあ、多い、あるいはあ隣国へ出い復的に多いんですけれども、まあ、送金に時間とコストがかかると、それからあの災害時に支援金をあの配りたいということなんですけれども、現金で配布が難しいということから、まあ、デジタル通貨を使って配布をすると。 今年の十0昨年ですね、えー、失礼しました2021年の11月からですね島し、えー、国の分析調査を行っておりまして、えー、今年の、まあ、7月にはですねあのソロモンフィジーバヌアツ等をにこれはあの経済産業省や内閣官房と ご一緒させていただいてですね、えー、訪問しております。まあ、その結果、あのソロモン諸島は、えー、すぐに POC をやりたいということになりましてですね、えー、本年11月、来月からあのソロモン諸島で実証実験を行うという予定でございます。はい、次に日本における導入事例ですね。えー、こちら、あのあのまあ、 自治体を中心に今いろいろな導入が進んでおりまして、この絵にありますように、まあ、7箇所で,す、ね、で今導入が進んでいるということでございます。会、ま、津、あ、若松や磐梯町、それから大阪府の豊野町、福井県。 えー、静岡県和歌山市、それから愛、ま、媛、あえー、県西条市というところで、えー、今、ハイパレジャーイロハを活用されております。であのトオレさんとはああの、ブロックチェーンによって、えーまあ、リサイクル証明書を,を作っていくということですね。であのまあ、ペットボトルを、まあ、粉砕して、また繊維にして、えーあの、シャツにしてるんですけれども、まあ、EU はですね、2025年ぐらいから、 こういったそのリサイクル証明書、ブロックチェーンを使ったリサイクル証明書がないとですね、繊維とか自動車部品は輸入しないという方針が出ておりますので、この業界、繊維業界、自動車の業界は、今こぞってブロックチェーンのを活用したトレーサビリティの検討が進んでいるというところでございます。はい、次にあのブロックチェーンによるクロスボーダー送金ですね。 であのデジタル田園都市国家構想と今、連携をしておりますけれども、えー、地域の中小企業等が、あまあ、こういった産品をですねアジアにどんどん輸出をしていきたいということで、えー、検討を進めております。でただあの、アジアの人たちはですね、えー、クレジットカードを持っている人がいす少ないということがあって、なかなかその e コマースの支払い手段が。 なかなかなかったんですが、まあ、バコンをはじめとしたデジタル通貨の普及が著しいということで、このようなデジタル通貨や QR コード決済を活用できないかということでございます。で、あの私ども、まあ、MAFG 様ですね、えー、三菱 UFJ 信託様と提携をしまして、えーまああの、複数のブロックチェーン間の同時交換。 インターオペラビリティとというところの開発を進めております、まあ、具体的にはプログマあコインですね、こちらとハイパーレジャーイロハを使ったデジタル通貨の間での同時交換というところを進めておりまして、まあ、これによって、まあ、ちあの地域通貨とかあこういったプログマコインなんかの、まあえー、連携ができるようになってくると、えー、クロスボーダーにも使えるというふうなことを考えております。 で現状、そのクロスボーダーですねの場合には、4つぐらいの銀行を経由し、コルレス銀行とかですね、経由していきますので、送金日数がかかったり、手数が高いという状況ですけれども、これはあのーまあバコン等を活用し、日本側もですね、デジタル通貨やステーブルコインと交換をするということで、リアルタイムの送金、 に手数料の削減ができるないではできるんではないだろうかという検討をしております。先ほどお話ししましたように、もうすでにあのアジアの中ではですね、えー、こういったそのクロスボーダー送金が非常にあのスピーディーになっておりますので、まあ、日本も負けないようにということで、今検討を進めております。まあ、あのカムジャもすでに様々な国とつながっているというところからまずは。 カンボジアと日本の間での接続というものを今進めておりまして、えー、その後、他の国との接続も進めていきたいというふうに考えております。はい、まとめです。えーとまあ、ブロックチェーンによるそのデジタル通貨の,、まああのやっぱり本質的な優位性というところなんですけれども、えー、先ほどもあのお話ししたとおりですね、えー、まあ一つはやっぱりセキュリティが非常に上がると、セキュリティの強化。 決済の安定性が向上すると、まあ、改ざん二重仕様とか、なりすましができませんし、まあ、システムがあまあ止まりづらいということがありますので、まあ、こういった特性はデジタル通貨には最適であろうと、金、え、融、ー、システムには最適というふうに考えております。またあの、えー、長い決済チェーンを短縮することによってです、ね、コストを低減し、経済循環の、まあ、促進ができるのではないかと。 現在、日本ですと、大体いいキャッシュレスの手数料は平均3%なんですけれども、あの小売業とか流通業の経常利益率平均が1.5%と言われておりますので、あのー、単純に計算しますと、キャッシュレスが50%を超えるとです、ね、まあ、利益がゼロになってしまうという計算になります。まあ、そ,うそうならないようにです、ね、やはりキャッシュレスの手数料自体を下げていくということが、 必要だというふうに考えておりまして、まあ、このようなブロックチェーンを使ったシステムというのを今導入していると。えー、0.5%ぐらいにもうすでに低減ができているというところでございます。で、即時決済ですね。えー、で、まあ、あのお店の資金繰りも改善されますし、えー、まあ点々流通ということで、えー、仕入れに使う、受け取ってすぐにあの仕入れに使ったりできる、まあ、企業間の決済などもできるということで、まあ、あのこのような 私で、のの新しいいい決済システムの構築を今進めていると,いうところでございますで3番目にあのクロスボーダーですね、の送金、決済の効率化というところにはあの意欲を発揮するというふうに思っておりますので、まあ、海外の決済手段とかデジタル通貨との連携ということで、え国際送金の期間やあコストを低減していきたいと。えー、また、越境の EC とか、 アジア圏とのサプライチェーンのデジタル化ですね。こういった検討を進めております。で最後に4番目ですねあの、まあ。プログラマブルということで、まあ、お金にプログラムがかけますので、こういったスマートコンタクトを活用することによって、さ、えー、まざ、あ、まな新しい取り組みができると。えー、具体的には、今、さまざまなアセットがどんどんデジタル化されていくというふうに言われております。 えー、まあ,あの、リアルワールドアセットなんていうふうに呼んでおりますけれども、えー、まあ,あの、証券や不動産や保険がまず今デジタル化されてきていると、えー、セキュリティートークンとかですね、でそういった、で、小口化によって、まあ、新たな市場を形成しているわけですけれども、まあ、このようなあの新しいトークンの決済には、やはりブロックチェーンベースの決済システムがあ相性がいいと。 いうことでですね、デジタルアセットと連携した DVP、デリバリー・バーサス・ペイメント、まあ、いわゆるそのお資産のです、ねえー、移転とその決済を同時に行うということが、まあス、スマートコンタクトでできますので、まあ、これ非常にあの業務の効率化につながっていく、あるいは PVP ということであの、他国の通貨ですね、同士の、まあ 交換というところも、先ほどお話ししましたように、非常に効率化ができる、自動化ができたり、コスト低減ができるというところでございます。はい。えっと、私の、あの、プレゼンは以上でございます。はい。ご清聴ありがとうございました。 宮田さんどうもありがとうございました。はい、本日のセッションはこれにてですね、えー、セッションとしては終わりになるんですけども、もしですね、Q&A のセッションがありましたら、ぜひですね、えー、と回答をです、ね、していきたいと思います、えーと。宮田さんの方ですね、の方に質問ということで入っているんですけども、宮田さん、えー、と質問を読めますでしょうか ?Q&A のところあ。はい、読めます。 はい、じゃあ、あの回答させて。じゃあ、宮沢さんの方から回答いただけますでしょうか。はい。質問を読んでいただいた上で、はい、回答していただきたいと思います。はい。しはいあの。ご質問ありがとうございます。ハイパーレジャーに関する質問とは異なり恐縮ですが、他国の事例ですでに CBDC の技術的優位性が検証されつつある中で、日本の決済インフラ、 銀行間の決済システム、資金移動業の社の決済システム等で積極的な導入がされていない理由はどのような理由によるものでしょうかというご質問でございます。はい、ありがとうございます。あの、そうですね、まあ、えっ、ー、と、それぞれいろんなご事情があるので、一概には言えないかとは思うんですけども、まあ、あの私どもが、 えっとまあ、あの想定しているところはですね、やはりすでに日本としては、えー、決済システムに多大な投資をしてきたということで、あのまあ、非常に重厚、長大な仕組みができているわけですけれども、まあ、そういった仕組みを置き換えるだけのメリットというのはなかなか、まあ、見つかってないという部分と、 それから今その、それを切り替えようとすると、です JMO、ね、でのシステムはどうするんだと、そこで、まあ、あの多大な廃棄に対する、まああその、焼却負担が生じたりするということがまあ,あるのではないかなと思います。したがって、えー、もちろんいろんな検討はされているんですけれども、まだ具体的に、えー、その金融システムをその抜本的に変えていこうというような動きにはまだなっていないと。 で一方です、ね、先ほどお話ししたように、えー地、地域自治体であるとか、地方の地,銀、えー、地方銀行を中心にです、ねあの、今、こういった動きはどんどん進んでおりまして、あのーまあ、わわ私どもも今、進めておりますし、えー、関連会社も同じように、地銀さんと連携して今、進めている。 あるいは他の企業も、ですね、えー、地域銀行と連携してあの、デジタル通貨の導入というのが発表されておりますので、あのーまあ、意外とこういう地銀さんから、あ初地銀さん初でですねこういったデジタル通貨のお、まあ、革命といいますかあの、導入が進んでいくんではないかなというふうに思っております。まあ そんな感じで、その海外においてはです、ね、やはりあまり金融システムがしっかりしてないと、あるいは投資をしていないという部分があったので、比較的、まあ、これからやるんであれば、ブロックチェーンということで、のしょ国も含め、それからアジアの新興国も含め、非常に積極的に、ね、CBDC の導入をやっていると。 いう中で、まあ日本はあ今の絆のシステムがあるので、そこはまだそんなにいうその緊急度がないっていうのがあの今の状況ではないかなというふうに思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい。では他にですね、えー、と質問等ありましたら、えー、Q&A のボックスにですね入れていただければと思います。 大丈夫そうですね、えー。ということでですね、えー、質問もいただきました、どうもありがとうございます。えー、まだまだですね、動きのです、ね、大きな分野だと思いますので、皆さんと一緒にハイパーレジャーのプロジェクトをですね、盛り上げていきたいなと考えております。えー、本日は長い間、ご参加いただきまして、ありがととううございいいままました。た、ま、たの機会をです、ねえー、持ちたいと思います。本日はどうもありがとうございました。